山猫号、なぜこんな場所に？やはり知っている船のようですね。アルセイユと同じく例の事件で浮遊都市に乗り込んだ空賊団の飛行艇や、もっとも今は空賊稼業はやめたって聞いたんやけど。彼らは事件の後、陛下による恩赦によって無罪放免の身となったんだ。今では飛行艇を使った運送業をしていたはずだが。はあ、そうやったんですか。なるほど。でもその船がどうしてこんな場所に？運送業やってるんなら仕事でグランセルに来ることもあるかもしれへんけど、まあいい、とにかく中を調べてみるとしようか。おいおい、そりゃないやろ。誰かおるかもしれへんのに。扉、力ずくで破壊する？せやな。って、だから過激な手段は後回し。もうちょっと別の手段を考えてみようや。飛行船の扉となるとかなり頑丈なはずだ。そう簡単には破れない。ええ、もちろん冗談です。だからめっちゃ目が本気やったって。まあいい、ひょっとしたらどこかで鍵が見つかるかもしれん。ここは一旦後回しにしよう。
ここは例の戦車が隠されてた倉庫か。中はこんな風になってたんやな。現在こちらの倉庫には他の借り手がついているらしい。もちろん身分の方はきちんとチェックしてあるはずだ。なるほど。ま、そうですやろね。ケビン、実体化した亡霊やと来るぞ。我が右手にありし星の授きよ、天より授かりし輝きをもって我らが盾となる。グダールスフィア、戦場をかける金色の翼よ。彼女の舞い降り、虚ろなる魂を救え。それはさっきの飛行艇の。そうみたいやな。しかしなんでこんなところに落ちとんのや。不可解なことばかりだが、これでようやくあの船の中に入ることができそうだな。ええ、早速行ってみますか。次行こうか。うるせえや。はっ。
な危険に私は負け。
動力機関が起動していないようだな。見たところ起動キーはかかっているようだが。なるほど、アルセイユと同じですね。ま、予想通りと言うべきか。今は諦めるしかなさそうですね。おっと、あれは。よく見えないけど、多分あの石だと思う。私が取ってこようか。いや、念のため俺が行った方がええやろ。みんなは下で待っててくれ。ほう、それが例の封印石とやらか。うん、この船にあったということは。とりあえず一旦拠点に戻るとしよう。こいつが解放されればまた何か起こるかもしれへんし。うん、それがいいかも。あの小娘か。兄貴たちの方やなかったみたいですね。キールにドルンに一体何があったのさ。え、久しぶりだな小娘。そのバイザー、運送業のトレードマークな。それにしても、どうせ夢ならヨシュアが出てくればいいのに。どうして軍人バカとエセ神父が出てくるんだか。ふん、口の減らない小娘だ。一応、エセやないんやけど。ああ、もう！ヨタ話は聞き飽きたって。一体兄貴たちをどこにやったのさ。だからさっきから何遍も説明してるやん。我々も同じようにこの異空間に囚われた。お前の兄弟の行方など知っているはずがなかろう。そんな説明で納得できるわけないだろ。そりゃこの場所が普通じゃないっていうのはなんとなくわかるけどさ。でもさっきまで僕たちクロスベルの上空あたりを山猫号で飛んでいたんだよ。なるほど、それで白い光に包まれたと。そうだけど、どうして知ってるのさ。ふん、アルセイユの時とほぼ同じ状況というわけか。違うとすればクロスベルがやや離れた場所にあるくらいか。でも地図上ではそんなに遠くないですよね。確か帝国と共和国の間にある自治州でしたっけ。ああ、国際定期船でも1時間ちょいとくらいやね。うん、やっぱなんか関係ありそうやな。だから僕を無視して話を進めるな。
もういい。僕は山猫号に戻る。あんたらに付き合う義理なんてこれっぽっちもないんだから。でもジョゼットさん、言っておくが、王都はすでに異界と化した。お前たちの飛行艇もいつ何時徘徊する魔物どもに襲われるかわからない状況だ。それでも一人で行動するのか。それはまあ、どうしてもって言うんなら山猫号まで案内するけど、ある程度状況が見えてくるまで一緒に行動した方がええやろ。お互いまんざら知らない仲でもないんやし。わかった。正直まだ頭が混乱してどうしたらいいのか迷うけど、兄貴たちと合流できるまでしばらく一緒に行動しとくよ。そっか、うん、そうしとき。言っておくけど、ただ飯を食らうつもりはないからね。一緒にいるからにはせいぜい協力してあげるから、遠慮はしないでよね。ふん、殊勝な心がけだ。まあせいぜい足を引っ張らないように頼むぞ。余計なお世話だよ。見かけによらず義理がたい娘さんですね。ああ、根はとても素直な子だよ。Thank you.